アルフレッド・ド・キュルゾーンは、フランスの画家である、ビエンヌ県のミニエゴール・オクサンスに生まれた。祖父に、フランス革命時の亡命貴族軍の軍人で、政治家のジョゼフ・エマニュエル・オーギュスト・フランスはド・ランベルティが、いる。1838年、18歳の時に、展覧会で、ウジェーヌ・ドラ・クロワの作品を見て強い印象を受け、美術家の道に進んだ。1840年に、 パリの高等美術学校に入学し、ミシェル・マル・タンド・ロランに学んだ。1843年にサロンド・パリに出展した。1845年から風景画家のルイ・ニコラ・キャバにも学んだ。1849年に歴史画を出展し、ローマ賞で2位に終わったが、アカデミーから2年間のローマ留学の資格を得た。ローマでは、アレクサンドル・カバネル、ジャン・アシル・ベ・ノビル、 フランソワ・レオン・ベノビル、フランソワ・ルイ・フランセ、シャルル・ブッソンといったローマ留学中の若い芸術家と親しくなった。1852年には、ジャーナリスト、作家のアボーと建築家のシャルル・ガルニエと、ギリシャも旅し、古代建築の印象派、その後のキュルゾンの作品に見られた。サロンド・パリで何度か入賞し、1867年の、 パリ万国博覧会の展覧会でも入賞した。1865年にレジオンドヌール勲章を受勲した。ありがとうございます。